寿命の名前は、ヘブライ語で、シェマと繋がっている名前です。同じ元いです。シメオン、シェマ、聞け。シメオンは聞くの人です。シメオンはイスラエル民のイメージです。民の代理者と言いましょうか。イスラエルの民の全ての歴史はシメオンにまとめられています。清い心で御言葉を聞く民のアナウィン。貧しい人、弱い人。バビロンにイスラエルは全てを失ってしまいました。神殿、天霊などでしょ。その奴隷、その外国ではイスラエルの民が清められて、傀儡が現れた。ちっちゃな共同体が現れた。神殿の代わりには御言葉が中心となります。そして、イスラエルに戻った時には、それぞれの村には傀儡が作られていた。そして、ラビは、そちらでは、御言葉の典礼を毎週の土曜日に行われた。説教もありましたし、などでしょ。このちっちゃな共同体は、地方のところでは現れます。みんなは悩む時には清められます。支えられる者がいなくなると、本物に行くことができます。本物を発見することができます。見出す。本物は神の言葉。シメオンは、シマイスラエル。イスラエルよき行け。神は唯一です。他の神はない。彼があなた方を解放した。あなた方を愛しています。あなた方と共に、追放まで行っていつもいると。御民がエルサレムから出て、バビロンまで行く。民の上には、神の主席な、神の存在、神の栄光、神の雲、神の存在があったということを、エゼキエル預言者は見た。そして、その存在は、御言葉として現れたのです。その御言葉を通して、神の存在、一秒ごとに、一人一人のイスラエル人と共に、神の栄光が現れた。イスラエル人がバビロンのところでは、御言葉を聞くことによって、神の存在を経験していたんです。シメオンは、シェマを自分の人生の中心になって、正しい人です。いつも、シュマイスラエルを実行しようとしていた人です。御言葉を聞き、御言葉を思い巡らし、力を尽くし、魂を尽くし、心を尽くして、神を愛しようとしていた人です。聖霊に導かれて、その日、神殿に行きます。彼が、深いのところでは、御言葉を聞くことによって、毎日毎日毎日、御言葉を聞くことによって、一つのことを確信しました。神の救いを見ない限り、死なないだろうと。アンナは同じことです。未亡人で彼女の唯一な宝物は祈り、御言葉を聞く、天霊、いつも神と共に。二人とも神を救うよ、見ようと。二人は私たちの姿でもあります。私たちのイメージでもあります。私たちも毎日毎日御言葉を聞くでしょう。祈るでしょう。教会と共に歩むでしょう。階段に、小さな共同体で御言葉を聞くでしょう。私たちも死ぬ前に神の救いを見るだろうという確信がますます強められています。自分の心の中にはその確信が強められています。これは信仰です。だから私たちが信仰の歩みを教会の中で歩んでいます。大人の信仰は何ですか？神の救いを見ること。死ぬ前に神の救いを見ること。具体的にどういう意味ですか？シメオンと同じような経験をすることです。アンナの同じ経験をすることです。つまり、天霊の中では、神の言葉を祝う時には、共同体と共に、教会と共に、御言葉を聞いて、御言葉の説明、その説教を聞いて、御言葉を祝うことによって、主、イエズスクリスト、人間となった神の言葉を聞くことだけではなく、見ること、抱きしめること、触ること、つまり経験すること。死ぬ前、教会の中では私たちが御言葉を聞くでしょう。少しずつ宣言された言葉が私たち一人一人、そして兄弟と関係のある言葉である。この言葉には力がある。経験する。自分の家族の中では、自分の人生の中では、仕事のところでは、学校のところでは、いろんな関係のところでは、神の言葉、宣言された言葉には力があるということを経験する。だからますます少しずつ、この言葉は姿を浴びる。人間であるということを私たちが経験しながら、キリスト自身を見ることができる。人間となった御言葉を見ることができます。私たちを愛する言葉であるキリスト。私たちを救う言葉であるキリストが、私たちの目の前に現れます。現れるだけではなく、私たちは彼を抱きしめることができる。シメオンと同じようにそのシマが本物である。正しいことである。真実であるということを経験する。兄弟たちよ。死ぬ前に、つまり、相手。のために命をかける前に、癌に入る前に、悩みに入る前に、不安に入る前に、人間関係の難しさに入る前に、
霊的に死ぬ前に私たちは神が私たちを愛し私たちのために御言葉を使わすその御言葉が人間となって私たちのために人間となった言葉であるクリストは私たちのために十字架に貼り付けられて命をかけて私たちの死に入り私たちの罪を許しそして復活したということを経験すること。これは全部教会の中で私たちは経験しています。教会の中で経験しています。この経験が私たちに信仰を与えます。私たちの中には大人の信仰を作る、識別、すべてにおいて神が計らってくださるということ。そしてその計らいは何ですか？クリスト。人間となったクリストです。ちっちゃな子供となったクリストです。触るのできるちっちゃな子供です。赤ちゃんのクリスト。肉となった、パンとなった、奇跡となった、救いとなったクリスト。抱きしめると私たちがクリストと共に十字架に貼り付けられ死ぬことができます。私たちはどういうふうにイエスクリストを抱きしめることができるのですか？もちろんイエスクリストの体をいただくとき、イエスクリストの血を飲むとき、御言葉を聞くとき、それは私たちの一体となり、私たちはそれによって彼に抱きしめられて十字架に貼り付けられることができます。死ぬことができます。だから私たちも反の印となります。キリストが私たちのために藩の印となる。つまり、肉欲、性欲、欲望、悪魔の偽り、悪魔の嘘、悪魔のささやきに反する印となる。私たちのためには、キリストが死んで、罪人通して、十字架に貼り付けられて、罪となって、私たちが教会の中では、会大、ちっちゃな教会の中では、教会の中では、私たちがキリストを見ることによって、で、私たちを奴隷にする悪魔の技が滅ぼされる。キリストはその悪魔の技、悪魔の偽りの反の印となる。反の印がその偽りを示す、掲示する。だから、砕く、滅びる。私たちの目の前に悪魔の言葉、その誘惑は嘘であるということをちゃんと分かって、分かったら、やっぱり、つぶられるでしょ。私たちの目の前に力を失う。悪魔の力が消えちゃう。神の愛が悪魔の力に反対する。神の愛は、人間となった神の愛は、すべての悪魔の力を消える。だから、悪魔から解放されて、悪魔の偽りから解放されて、私たちがイエス・クリストと共に死に入ることができます。相手を愛することができます。この救いを見ない限り、私たちが相手のために、そして神のために命を懸けることはできません。だから、シメオン、シュマが私たちのために大きな良い知らせです。御言葉を聞くように、今日、教会が私たちを招きます。アンナと同じように、いつも御言葉の祭儀、感謝の祭儀、いろんな筆跡に預かるように招かれています。忠実に神殿に行くように、忠実に共同体に行くように、歩むように招かれています。教会たちは喜んで、本当に喜んで、兄弟と共に、シュマイスラエル、イスラエルよき家、神が唯一、神だけ私たちを救うことを経験するだろう。毎日これを経験する。見る。この目で見る。信仰の目で見る。信仰の手でキリストを抱きしめる。キリストを触る。私たちの救いを経験する。私たち一人一人、そのまま愛されて、そのまま許されて、そして新しい命が与えられて、その経験をすることによって私たちが死ぬことができます。アンナと同じように、予言的な言葉を子供たち、兄弟、囚人、奥さん、仕事の仲間、恋人などに言うことができます。語ることができます。喜びましょう、君たちは。本当に喜びましょう。